はい、こちら湯布院のねお土産でこの前紹介したんですけどねまだあげてなかったんで、帰りちりめん、愛媛って書いてますね。ここにねドッグって書いてあったんで、え、犬って思ったんですけど、猫用って書いてますね。メーカーかな、ドッグツリーっていう会社ですね。ドッグツリーっていう会社の名前でした。あーちゃんね、煮干し大好きなよね。あら、いつの間にかともちゃんが来てる。結構なんか普通のやつより大きい気がする。久しぶりやね、煮干しって。煮干しってあんま買う機会なくてね、うん、なんかでっかいかも。食べ方が可愛いですね、あなた。カルシウム満点やん。でっかいね。わあ。はなちゃんお手は。好き。なんかちょうどいいサイズよね、このちょっと入ってる感じ。お土産にぴったり。あ、怒っとった、やっぱほら怒っとったんや。たまちゃんね、前からね、煮干しもそうなんですけど頭食べないんですよ。これ嫌い？これ嫌いな。なんか頭食べないよね。胴体だけしか食べない。好き嫌い激しい。あー見て、あーちゃん食べる、あーちゃん食べるって。苦いんかな、頭って苦いんかな。ルヌンこれ嫌いなんでね、あんま食べないんですけど、やっぱあーちゃんが好きやからね、アロマこれ選びました。